トイレの王様。たかしくんは小学校の1年生です。幼稚園の時よりももっとお友達も増えて、毎日楽しいし、お勉強も嫌いではありません。でも最近思うのです。学校の勉強は嫌いではないけど、宿題は嫌だなぁと。だからお母さんから「宿題は終わったの?」と聞かれても、終わっていないのです。終わっていないと、遊んでないで早くやりなさいと怒られてしまうので、ついついトイレに逃げ込んでしまいます。そうしてたかしくんはあることに気がつきました。それはトイレの中なら誰にも怒られないし、邪魔されないということでした。だから毎日お母さんから用事を頼まれると、トイレを済ませてからねと言います。そしてトイレに入ると1時間はそのままなのです。何度お母さんが「まだなの?」と聞いても、お腹が痛いからまだだよと言います。そんなに長い時間トイレの中で何をしているのかというと、トイレットペーパーをくるくると手に巻いてみたり、折り紙にしてみたり、細く長く裂いてどこまで切れずにいくかなんてこともしているようです。そんなこととは知らないお母さんは、ずっとトイレに入っているたかしくんのことを心配していました。そんなにトイレにばかり入るということは、どこか悪いのではないかと思っていたのです。そこでお友達のママに相談してみました。すると本当にお腹が痛いのかどうか、よく観察してみた方がいいわよと言われました。そこでお母さんがよく見ていると、どうやらトイレに入るのは勉強に飽きた時や用事を言いつけた時だと分かりました。さてはトイレに逃げてるなぁと思ったものの、逃げてないで出てきなさいとも言えません。本当にトイレで苦しんでいたらかわいそうだと思ったからです。お母さんは困ってしまいました。どうしたらたかしくんのトイレをやめさせることができるのか、いろいろと考えましたが、いいアイデアが浮かばないのです。そこでお父さんに相談することにしました。ある日の夕飯時、テーブルにはたかしくんの大好きな料理が並んでいます。お父さんもたかしくんもおいしそうに食べていました。お父さん、たかしがね、ご飯も終わりに近づいた頃、お母さんが言い出しました。とってもトイレが長いの。長いって？宿題している途中でも、用事を頼んだ時でも、トイレに入ると1時間は出てこないの。へえ、どうしたものかしら。それは困るなあ。お母さんがトイレに入りたい時に入れないじゃないか。でもね、お腹が痛くて出てこれないんだ。たかしが出た後で入るとね、トイレットペーパーがだいぶ減ってるのよ。それは少しうんちが出てもう終わりかなって思うから
でもお尻を拭くとまたしたくなるんだもん。なるほどね。つまりたかしはトイレの王様ってことか。トイレの王様？ああ、トイレという国の王様だ。ああ、なるほどね。そういうことね。王様と聞いて、たかしくんは嬉しくなりました。トイレに逃げ込んでいたことを怒られるのかと思ったら、王様だと言われたのです。たかしくんの頭の中には、マントを羽織った格好のいい王様が浮かんでいました。うん、僕はトイレの王様なんだよ。そっか、じゃあしょうがないわね。そうでしょ、王様なんだから。そうね、王様なんだものね。たかしくんはこれで誰にも文句を言われずにトイレに入っていられると思うとワクワクしてきました。これからはトイレに入るときはゲームを持っていこう。それと絵本を持っていこう。だって王様なんだからずっとトイレに入っていなくちゃね、と思いました。そうだね、王様なんだからずっとトイレに入っていないとダメだね。まるで心を読まれたようにお母さんが言いました。じゃあ明日からはたかしはトイレでご飯を食べないとね。え、なんで？王様だからだよ。トイレの国の王様。王様はその国を守らないとならないからね。今までみたいにここにいるなんてできないでしょ。そうだな、一国の王だからな。勉強もトイレでしたらいいよ。王様は大変だな。父さんはトイレの王様なんてとてもとてもできないよ。ああ、そうそう、王様、お友達と遊ぶなんてとんでもないからね。トイレの王様なんだからトイレ国民が困るでしょ。そんな、友達とも遊べないの？そりゃそうだよ。お父さんもお母さんも王様になったたかしくんのことをとても喜んでくれているのか。これからはずっとトイレに入って国を守らないといけないと言います。じゃあ寝るときは？もちろんトイレだよ。おやつを食べるときもトイレだね。見たいテレビがあったら？トイレの国にテレビはないだろうから見れないわね。お母さんとお父さんが見てるとき、僕はずっとトイレの中なの？そうなるわね。いやだ、トイレの王様なんてやめる。あらあら、そんなに簡単にやめていいの？お腹が痛いから王様になったんでしょ。ごめんなさい、お腹が痛いのは嘘。本当は勉強がしたくなかったからだし、お母さんのお手伝いもしたくなかったから。いいのに、せっかく王様になれたんだから。嫌だよ、トイレでご飯を食べたり友達と遊べないとか、そんなんなら僕は王様じゃなくてもいいよ。じゃあこれからは1時間も入ってないでさっさと出てきてね。結局たかしくんは長い時間トイレに逃げ込むととんでもないことになるとわかったようで、それからはトイレで遊ぶのをやめました。もう二度とトイレの王様になんてならないと心に誓ったたかしくんでした。おしまい。